せーの、スリープワン、よっしゃ行くぞ。おだです。はい、ということで皆さん、こんにちは。なんかめっちゃ長いこの舌がパイパイ。ということで今日はですね、皆さん、俺一人なんですけども、 OTA の1日密着いきたいと思います。今日はね、もうマジで OTA ワールド全開でパイ、今日は撮っていきたいと思います。はい、今日ですね、基本ね、1日家にいるんですよ。1日家で俺がどんなことをしてるのか皆さん結構謎だと思うんですよね。なんで今日はちょっと僕のね、私生活というか、一人でどんな感じで過ごしてるのか、果たして一人で過ごしていけてるのか、答えは僕だけが知っている。でーん、コンフィデンスマン。で、開幕2002。果たしてどういう生活をしているのかを、今回は俺のプライベートをしっかり続け出していきたいと思います。コンフィデンスマン。こう見えて朝なんですよ。今朝の10時なんですけども、これからね、光が来て YouTube の撮影をします。あとは編集であったりとか、あと打ち合わせが入ってますね。まあ自分アイドルのプロデュースとかもしていて、その打ち合わせも入ってて、洗濯も干してみたいな。はい、ということで、前撮り多くなっちゃったんですけどね、YouTube の撮影の準備をこれからしていきたいと思います。ということで、みんな、こういうのね、俺一人で撮るの結構珍しいと思うんで、ちょっと見にくいかなって思う部分もあると思うんですけど、みんなちょっと最後まで見てくれたら頑張れるので、皆さんぜひ最後まで見てください。なさい。はい、ひかちゃん。はい、ということで、ひかるちゃんがお家に来ました。イエーイ。今日なんか服かわいいな、やっぱそれ。あ、パムタ、パムタ、パムタ戻ってます。こちら、これから撮影をします。今朝何時ですか？10時、11時です。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ということでですね、YouTube 撮影が終わりました。今お昼ぐらいでございます。で、ヒカルはね、別の仕事があって帰っちゃったんですけど、ここからは OTA 一人でまたお送りします。でね、まあね、ちょっとね、何もご飯食べてないんで、とりあえずちょっとね、ご飯をウーバーしたいなと思います。まあ一日何もやることがないっていうことがないんですよね。基本今ね、 YouTube が俺が全部今やってるんですよ。いろいろ編集とかも。そう、だからいろいろこうね、編集してたりとか、そちらも皆さんにお見せできたらなと思います。はい、はい、ということで、ご飯届きました。イエーイ。ハンバーガーショップで、ハンバーガー店、ハンバー、はい、今時刻が1時です。いやーね、俺ね、結構ね、朝とか昼とかはほぼハンバーガーですね、いつも。これめっちゃうまいねんな、レモネード。なんかね、もうやっぱ一人だと基本ね、ウーバーとかになっちゃうんですよね。じゃあまず皆さん、みんなの、うまっ、めっちゃうまい。はい、そしてハンバーガーはめっちゃでかい、やばっ、俺の顔ぐでよりでかい。はい、いぐ、こんなでかかったっけ。ほら、まさにこれもうあれじゃないですか、ちゃんと食レポするから、こう今日本当にちゃんと真面目な感じ。めっちゃ分厚い、マジで。とてもね、いい出汁が効いてますね。はい、このね、レタスがね、これ本当にどこ産だろうな、これウズベキスタン産です。で、この肉がですね、パイ、やっぱうまいな、ハンバーガー。で、これからの予定は、まずご飯食べて、ちょっと俺今ね、すごいハマってるゲームがあって、スプラトゥーンをずっとやってるんですよ。だからそれをスプラトゥーンでちょっと息抜きして、その次はもう編集ですね。編集からの家事って感じです。はい、あとね、今日ね、本当はね、洗車とか行きたかったんですよ、車の。けど今雨降っちゃって、雨やからちょっと今日は行かないでおきますって感じですね。なんか一人で撮るの新鮮だね。俺も一応個人チャンネルあって、ゲーム実況したことあるんですけど、こうやって動画で一人で撮るの初めてなんで、新鮮。一人で撮れてんのか心配だけど、はい、これが OTA だから。これが OTA です、はい。ハンバーグ食べてます。ハンバーガーでした。はい。すごいよ。これレタスの量えぐい。マジ森にさまよっちゃったんじゃないかなっていうぐらいですね。本当になんか、知らない人の畑から、レタス、むしり取ってその場で食べてるみたいな感じです。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。パン、パムタンです。はい、ということで、ご飯食べ終わりました。はい、でね、ちょっとね、息抜きというかお昼休憩ということで、これからゲームやっていきたいと思います。ポン、
はい、ということで今日やるゲームがですね、僕がね、日々頑張っているスプラトゥーンです。スプラトゥーン今ガチで頑張ってやってるんですけど、そちらをちょっとね少しだけスプラトゥーンやっていきたいと思います。じゃあちょっと画面映します。はい、ということでスプラトゥーン2をやっていきたいと思います。ここからはちょっとゲーム実況風にねやっていきたいと思います。はい、行きましょう。これはですね、お互いね色があってね、あのね俺は黄色ですね。こうやって色を塗っていきます。で相手は紫ですね。でこれ4人います、チームで。相手も4人います。そして、このねゲームいろんな種類あるんですけどね、今回はこのアサリをですね、あのできるだけ10個集めて相手のゴールに入れるというゲームです。はい、やっていきましょう。はい、どんどんやっていきますよ。はい、みんなちょっと飽きないでよ、飽きないでよ。はい、いますね、バケツが。これ上に行きます。はい、ここにいます。はい、殺します。なんでこれむずいんですよね、わりかし。俺はバケツ派ですね。はい、スプラトゥーンね、あのこれねスプラトゥーン実況ね見たいっていう人が100人コメント欄で来たらゲーム実況します。みんなぜひよろしくお願いします。マジでね S ランク行きたいんですけどね、ガチマッチ。さあ相手を見つけて、あはい、はい、ということでですね、編集部屋に来ました。はい、ここからはですね、今まあ2時ぐらいだと思うんですけど、編集していきたいと思います。はぁ、行きますか。明日の動画を、編集 します。で、この編集の後、あと1時間ぐらいに打ち合わせもあるので、リモートで。ウェブで見つかったと思います。明日のビデオはこちらです。え、ご覧ください。やめて。はい、こんな感じで撮影してます。あ、こんな感じで編集してます。こっちがあの、ここで編集でかい画面でしてて、ここが、まあ、メインのやつですね。こっちはあんま使ってないんですけど、こっちに MacBook もあります。ということで頑張ってやっていきたいと思います。編集、それいけ編集。ここのね編集部屋にいるね時間が長いですね、めちゃめちゃ。ほんでね、まあ打ち合わせがあるんで、この後打ち合わせと、あの掃除とかしたくて、であと夜ね TikTok ライブもねやりたいなと思ってます。TikTok ライブ、あとサウナね。俺サウナ実は大好きなんですよ。で、今ほぼ毎日行ってるぐらい俺大好きなんですけど、今日のご褒美でサウナも、最後に行きたいなと思っております。編集やりまーす。はい。はい。ということで、1時間ぐらいやったんかな ?1 時間ぐらいやりました。でね、もうそろそろ打ち合わせがあるので、ズーム準備していきたいと思います。疲れたわ、普通に結構疲れた。うん、はい、ポン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 ジュース。それでは早速やっていきま、ショータイムからの、パワーストーンは当たるんだよ。でもパワーストーンより誰。はい、ということで打ち合わせが終わりました。ということで今からですね家事にやっていきたいと思います。はい、ということでこれから洗い物をします。あ、違う、洗濯物をします。はい、ではやっていきたいと思います。タラテテテテタラテテテテタラテテテテテテテ10円です。はい、これ俺が好きなやつね、レノア捕獲消臭、これ俺の使ってます。レノアアロマリッチサフラン、これ俺がいつもしてるやつ。どう、いい感じ。はい、これでいつも普段はいます。今度はリビングの方へ行きたいと思います。まあ、あとは、そうやな。もうてか夕方になってきちゃった。早っ。もう今4時ですね。違う、本当はね、今日ね、散歩とか行きたかったんですよ。ワンちゃんのね。けどちょっと雨なんで、今日はお休みということで、あとは編集しと、あとサウナもね、終わった後行きたいと思います。てか部屋めっちゃ汚い。一人対談しましょうか。今日のジャーナリスト、太田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕はですね、専門家です。はい、何の専門家かというと、雨を降らす専門。俺大丈夫これ
これ俺動画になってる、これ大丈夫そう。これなんか俺一人だとやっぱ厳しい戦いではあるよね。ゲッチュ。はい、ということで皆さん、ヤッホー、ピノタン、ピノタンです、ピノタンです。はい、ということですっかり夜になっちゃいました。編集とあとはなんかいろいろちょっとね、あの他の仕事をしていたらもうすっかり夜になったということで、ご飯を食べていきたいと思います。イエーイ。あの一人ピザパーティーを開催していきたいと思います。届いたら皆様に、あー眠いな、届いたら一緒にみんなも食べよう。まあね、この動画どうなってるかわからんですけど、だいたいなんかね、こんな感じですよっていう感じでございます。スルーマッスルー、お願いマッソー、ご飯食べていきたいと思います。はい、ということでピザが届きました。俺はいつもドミノピザです。はい、じゃあ皆さんに今日ね初めて頼んだやつね。じゃじゃん、うまそう、うまそう。と俺ね、めっちゃキャパシティが広くて、飲み物です。飲み物、飲み物2つ。え、絶対うまいね、絶対うまい。一人ピザパーティーって最高やからな、マジで。いただきます。うまっ。ハーゲンダッツのイチゴのアイス飲んでる感じです。で、俺はね、いつもねこの薄いのがいいんですよ、クリスピーみたいな薄いのが好きで。いただきます。うまっ。バーベキューしてるお肉のに味がする、炭火焼きカルビみたいな。どう奥さんは。あのね、今日ね友達とこれからあの会うことになりまして、遊びに行きます。まあ遊びに行きますって言っても友達が家に来るぐらいです。はい、まあ普段はね、まあでも俺基本的に結構インドアな方なんで、あんま外とか出ないんですけどね。でもまあ普段はこう打ち合わせしに行ったりとか、あとまあなんだろう、撮影は外行ったりとか、いろいろまあ外も出てるんですけどね。今日はまあ家ということで動画を撮りました。まあ動画でも言ってるんですけど、結構一人の時間好きで、でもね、あの寂しい時もあるんですよね、これがまた。はい、OTA は寂しい時はですね、まあ光いない時は普通に友達と会ったりとか結構してます。てか呼んじゃいます家に。でもわりかし一人暮らしできてるんちゃうのっていう思い出は思いますけどね。どうなんですか。あのまあでもね、今度はね自炊したいね。あのこういうのもう一回撮って料理を作れるようになりたいなっていうのはちょっと思ってるんで、ということでまあ今日はこの辺でね終わろうかなと思っております。あのね、これ結構初めてだったんですよ、マジで俺のソロの動画っていうのが。これ次第ではまたちょっと俺一人でいろいろ調整していこうかなと。あのヒカルがいない時にね、もちろんオタヒカチャンネルなんでヒカルがもちろん必要なんですけど、なんかたまにはこういう一人動画もいいんじゃないかなっていうので、皆さんぜひ、あの OTA 信者はみんなぜひコメントを一人15件は入れてもらえたらね嬉しいなと思いますので、みんなよろしく。はい、ということでみんなぜひ、この動画面白かったなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。ほんじゃあまたみんな次回お会いしましょう。以上、オタとカンメンタ、バイバーイ。続き食べます。